日本の学校教育には賛否両論があると思われるが、海外からは日本の学校の日常が異質なだが、そこに日本の素晴らしさがあるとも言われている。確かに日本教育制度の中で受験勉強や部活動が大変で、教育の抱える問題は多くあるとも言われ、旧態以前の姿に改革を唱える方も少なくはない。しかし、そんな日本の学校教育でも海外からは注目される点も多くあるようだ。ではどうぞ。今回は海外で話題になっている日本の教育システムに関する投稿からで、日本の学校では人や物を尊重する心、責任感、平等の意識を育ませるために生徒たちに校内の清掃を行わせていることが映像とともに紹介されています。海外、特に欧米では清掃員の方が校内の掃除をするのが一般的ですが、日本の場合、中世の寺院、江戸期の寺小屋での教育が今も引き継がれているため、生徒たちが自分たちで掃除をすることが当たり前となっているようです。投稿は1週間ほどで約350万回再生を記録するなど話題を呼んでおり、世界的には珍しいと言える日本のこの教育システムに様々な国籍の方から称賛の声が寄せられていました。海外の反応。大人になっていろいろ経験した結果、学校教育で一番大事なことは、この日本の教育みたいに社会人として大切なことを子どもたちに身につけさせることなんだって気づいた。国籍不明。子どもたちを日本の学校に通わせることができて本当に良かった。お互いに助け合っていくことと責任感を持つことの大切さを子どもたちに教えてくれたから。国籍不明。日本以外だったらこういう教育は保護者から非難ごうごうだろうね。過保護な親は学校は教育の場だってことを思い出そう。日本在住。このアイデアは文句なしにいいですね。ほとんどの子どもは他人を尊重することと責任感を持つことを両親から教わってないから。カナダ。甘やかすことは教育じゃないもんね。私たちも日本の教育を参考にしていこうよ。アメリカ。どうして日本ではうまく機能するんだろうな。ルーマニア。なんてこった。俺の国じゃまず不可能。他人への敬意どころか自尊心すらない人間ばかりだし。南アフリカ。明日からでもカナダの学校に導入するべき。カナダ。いいね。ぜひ俺の国の学校でも採用してほしい。でも清掃会社の労働組合が抗議するかもね。オーストラリア。掃除のせいで疲れて勉強に集中できなくなったらどうするの。子供たちはやっぱり勉強だけに集中させるべきだよ。インド。これが本当なのかちょっと疑わしいところだけど、とりあえず考え方としてはすごくいい。アメリカ。日本が今のような国になり得た理由の一つがこれなんじゃないかな。常に完璧を追い求め、レクサスのような製品を生み出す。自分で動くことの大切さを小さい頃から学んできたからこそ、世界最高の製品を作ることができるんだよ。その結果、日本は今では世界の羨望の的だ。アメリカ。インドの学校でやり始めたら親が校長に襲いかかるぞ。インド。羨ましいね。アメリカ社会はショックと抗議の嵐になるだろう。アメリカ。もしこっちでも同じシステムが取り入れられれば、アメリカの子供たちもきっと変わっていく。アメリカ。アイデアは素敵だし、子供たちにいい影響を与えると思う。だけど、アメリカの学校だと悪用というか、子供たちにやらせすぎるとこも出てきそう。アメリカ。こっちでも導入できればいいんだろうけど、実際には各方面からの苦情で無理だろう。ドイツ。日本は私が行ったことのある国の中で一番清潔だった。なんというか、全員が高い責任感を持ってるように感じたんだ。そんな日本人の姿に愛情を抱いたよ。アメリカ。日本製は
俺たちが目指すべき姿そのものだ。イラク。日本人が強い責任感を持っているのは、子供の時に受けた教育が理由だったんだね。シンガポール。日本の学校は、真の教育を子供たちに施してるようだ。ルーマニア。この教育を考えた人たちを愛さずにはいられない。個人的には大賛成。今の子供たちは、モラルも敬意も全くないから。アメリカ。デンマークの学校でも一般化させるべきだね、デンマーク。日本人は、イスラム教を信仰してるわけじゃないのにな。信仰してる俺たちとは真逆じゃないか。エジプト。日本の教育制度は、世界にとって素晴らしい模範だ。レバノン。理想的な制度じゃん。日本の学校は交換留学生を募集してるのかな。自分の子供たちを日本の学校で学ばせたい。アメリカ。僕の学校だと毎週金曜日に生徒が掃除してるよ。ドミニカ国。日本人は何かに取り組むことを恐れない。日本人の自尊心は掃除をさせられることくらいでは傷つかない。日本人は規律正しい。私たちも日本人のようになろう。私は日本人の精神性に近づいていってる気がする。フィリピン。このシステムをこっちでも導入してくれれば、学校がどれくらい価値あるものになることか。南アフリカ。実際に日本人は責任感があるし、他人を尊重するし、間違いなく効果的な教育ってことなんだろう。ポーランド。これは子供らしさを失わせるだけじゃないか。国籍不明。カトリックの学校に通ってた時、掃除は子供たちの義務だった。今ではそうではなくなってきているようだけど。アメリカ。小学校3年生まで日本の学校に通ってました。掃除も給食の準備も自分たちでやってたよ。面白いことに、日本の学校は授業時間が短い方なのに、それでも子供たちの学力は世界トップクラスだからね。国籍不明。こっちの教師とお偉いさんたちは日本に視察に行ってよ。こんなに素晴らしい模範があるんだから。ベネズエラ。教育からして日本とは差がある。そりゃ、俺たちが日本に勝てないわけだよ。アメリカ。今回注目されたのは日本の清掃指導についてであるが、なかなか指導も難しくなったと聞いたこともあり、現場では先生方のご苦労も絶えないらしい。授業に対する準備だけでなく、予期せぬ出来事が少なくなく、業務では神経をすり減らし、体調を崩し、療養に入られる方も珍しくない。これらは、個人の資質の問題だけでなく、人を育てるという教育現場の抱える大きな課題に対して、働く環境が十分ではないからではと思う。よく、残業時間のことが話題になるが、友人の教師に聞くと、勤務時間の長さは強烈で、ここで終わりというのは教師個人に任されているとか。しかも、日本の教師の社会的な立場は、なぜか、近年はサービス業の位置づけで、保護者対応に、一番時間が取られると聞いている。これも、学校と家庭の日頃の信頼関係が大切で、互いのコミュニケーションが必要なのだが、連絡の取れない家庭が多く、難しいケースも少なくないらしい。一概に教育改革を唱える方は多いのだが、子どもたちを支える家庭のあり方が問われており、社会全体としての子育てを考えねばならないのではないだろうか。もう、学校に任せられない。でなく、学校と地域が一体になって、一緒に子育てをしていくことが最重要課題ではないだろうか。そのために、自分は何ができるのだろうか、考え込んでしまった。